はメガネ声優、新谷さんには庶民派声優かっこ自称というように特徴を形容する呼び方がありますが、寺島さんには〇〇声優といった呼び方はありますか？本当のメガネ声優は僕ですよ、だから。まあそうだよね。まあね、僕はメガネ声優じゃないんですけれど、ね、なんで神谷さんも自分で言ってるわけじゃないからね。やってるキャラってこと？あ、多分そういうことでしょうね。そうか、去年から今年にかけてね、どしきどぞんもそうですけれども、メガネキャラ声優だね、っていうことだとは思うんですけれども、寺島くんありますか？そういうことで言うと僕ギャルゲーが大好きな、ギャルゲー好き声優じゃないですか。ギャルゲーが大好きな寺島くんはギャルゲー好き声優でいいですか？っていうことになっちゃいます。でもなんかちょっとなんか長いしまんますぎるから違うのがいい。違うのがいい、何それ。縮めるか、ギャル声優にする。あ、じゃあそれだ。ギャル声優、わかりました。じゃあギャル声優、ソネみたいな。ソネみたいになってますよ。ギャル島、ギャル島、ギャルテラ、ギャルを声優にするか。ギャルを声優、すっげえ頭のボリューム、そうそう、アップしていきますよ。とにかくいろんなものをこう持ってくる感じ。ちょっと肌の色も焦がしていきます。あいつらしい。でもやれそうっていうか普通に似合いそう。やだよ、あんなのつったら怒られるけど。あれ人それぞれだけど、俺がやってもちょっとやればそのまま今いけるんじゃないですか。いけるの？いけます？ちょっとやったらいけそう。いけそうな感じするけどね。本当に？じゃあやります。まあでもあんまりね、頭頭皮的なものをいじめるのも良くないからね。そういうことです。だから俺は髪の毛今黒いんです。え、痛むの？痛む、痛むって言ったらもうハゲるんですよ、あんな恐ろしい。あんな拷問、あー、そっか。そうですよ。でも寺島君大丈夫なのって言ったら、俺昔からこうなんてっていうふうにこの前言われたから。ただどっちか分かんないんですよ、俺も。ハゲなのかおでこなのか分かんないんですよ、マジで。え、でも昔からだったらおでこなんじゃないの？昔からおでこは広いんですけど、こんなにあったっけなって思う瞬間。それはちょっと待って、それはちょっと待って、それは。みんな心配して。それは、寺島くん。ケアをちゃんとして。そうです。もう手遅れ。いや、でもいろんなのいっぱい今あるから。そういうことですよ。まあ、あと、もともと広かったなと思うよ。それは事実です。そうそう、さっくんと一緒で。以上、終了です。